なんじゃないの、なんかそのだから泣くの理由があるんですよ。だからそれを自分で噛み締めてないとあのヒーローとかできないっちゅう、噛み締める、噛み締めるだよ。未知山本チャンネル三森和夫、レッドエンターテインメントデリバー代表、大野研究会で仮面ライダー X よりスーツアクターの主役を担当、仮面ライダーアマゾン、ストロンガなどのヒーローを得て、秘密戦隊ゴレンジャーの赤レンジャーから14代のレッドを全て演じきる、ミスターレッドの称号を取り、現在もアクション監督、後進の指導を精力的に行っている。質問が来てるんです。いわゆるそのスーツを着てライダーアクションするじゃないですか、その時に一番 大変だったことは何ですかって来てるんです。金塊の頃かな、だってそのシーンだってもうやることが精一杯だから、もう成長大変ってことはないよ、やるしかない。でもやっぱりね、稽古だね、稽古がやっぱりこれは夜って稽古やってた、仕事がない人は夜やって、稽古とあった人が帰ってきたら俺もまたやって、1日2回だよ。だからそう、だからやる個人化に関してはもう全然そんな違和感にならないじゃないですか、そこまで体ができちゃできてるんだね。いやいや、もう全然だから健康で入ってる、すっごい健康してましたよ、皆さん。だから山際はだから喧嘩にいたこと俺知らないじゃない、俺調べてからだ、はいはい、そうだからそうや、手は豆、足は豆、だから4時床だからね、それでね、2時間半ぐらい昼やって、夜2時間半ぐらいやってから、で、バイトもやってないから、お金ないから、兄貴のとこ行って飯食って、壊したから、もうそういうからね、仕事出て、言わす感はなかったよ。ただやっぱり撮影って慣れないと、慣れないとね、ビビっちゃいます。だからそういう目でやっぱり空回りしちゃうんですよ。なるほど。ニコさんってライダーって X とアマゾンのストロンガも一緒にやってるんですよ。俺ってこの中でやった全部ライダーなんですよ。一番このきついなこの面はみたいな、なんだから青浜さん。こう構えるともう相手の足元しか見えないんですよ。それでこうやめたけど、で俺ゴレンジャー入るんで、そっち誰こっちやめたら普通に立ってやってたから、なんだよと思ったわけ。だからアマゾンだけ俺ちゃんとやりたかった。あ、でもアマゾンどうなんですよ、全部やったんですよね、26。俺はやってないよ。俺はだから途中から明るいんじゃないですか。何話だろう、何話しかやってないんです。それも中橋さんの中村文也と名古屋さんの人が、でも俺がパッともう見たらもうみんな普通パッとやってるから、ああもうそのちょっと変えようみたいな。だからそれがダメなんだ。俺だったらもうずっとやってたんだよ。あれで、しんどかったね。何がしんどかった？全部先輩だから。はい、じゃあその時に新村さんが赤やん。青が中井さん。で最初はね、皆さんがあの俺は操り人形で。そうかな。いや緑は床集まりの。はいはいはい。緑は俺の後輩。あと何出てるの？赤が新村さんでしょ？ひょっこもってんの赤が新森さん、青が中井さん、文也さん、文也さんが青、あ、じゃグリーン、黄色は黄色レンジャー前田って、はい、前田さん、これより上これしてる、モーレンジャー、モーレンジャーがこれが分かんないんだよ。これはだからよそから頼んだな。その後だからピンクってのは栗原っつもやってる、あ、はいはいはい、だからこれ青はよく分かんないんだよ。あの人がやったんじゃないの、どこしたんじゃないの、どうだよ、あの人もうバステンガンのよく前蹴りやってだから、なんだよ、宮ちゃんのがあるだろうな、え、宮内のだよな、あ、そうそう、宮内だから、ずっと、ね、ライダーから、つながってたから、だから、芝居の面でも、もう、みっちり教育されたよ、現場で、直接どういうの
いや、なんでもそうだよ。ズルビル遅いとか、タイミングが。そういうのじゃない、セリフも。あセリフが、この子のどの子のって、お前ら行けって言うとさ、いや、お前の、あの、これじゃもう行けねえなって言われたり。なんで？だから、お前、あれじゃ行けないって言われ。じゃあ俺が行くっつって自分でやって、そういうあれもやってたよ、テストの中で。ああ、ちゃんとやってくれるんだけど、だから俺をうまくするためにそういうふうに、あの芝居の中で、なんせ芝居が足りなかったから。でも始まりや芝居アクション、なんでこここいつを殴るんだっつったら、やっぱりあっ、あの殴るわけじゃないよ。だから殴る理由がある。そうだから、それを自分で噛み締めてないと、あのヒーローとかできないっちゅう。噛み締める、噛み締めるだよ。そうよ、だからそういうふうにならないとヒーローなんとかできないと思うよ。本人に見せたりどうのこうのっていう、今の分かんないけど、平成令和ってのはさ、本人と同じようにやろうみたいな。俺はそうじゃないんで、スーツ着たらばさ、本人いるけど、やっぱりスーツ着たら変わんないといけないわけですよ。ろ、それは曖昧にはポコッとこう、素のあの人間にか、あのなってもいいかも分かんないけど、それ買ったらさ、あそれにならないといけない。それにならないんだよ。それになるっていうことは、そのなったあれっていうのをみんなイメージできないんだよ。だからあんちゃんもね、おそらくね、V3 やってるから、宮内もやってるからね。で、自分があのその決心して、その V3 の衣装を着てるから、どうだろう、宮内じゃないんだよ。やっぱり、ね、宮内イコール自分がやってるやつがこう競争して一体感にならないと、やっぱりダメなわけだと。それはみんなも道だよな、分かんない、どうなる、これから。ものすごいそういう、ね、ミュージシャンが出るかもわかんない。それはだから完璧じゃないとダメだ、ほっとい。これね、そういうふうにならないと、それは認めてくれるのは見てる人やっぱり。だから全体は子供だよね、子供で、ライダーは大体、ね、あの大きい人が見てるわけだ。だからね、そういうの、だから、あの人も聞いてみな、そういうのをね、きっとね、突き詰めてきたと思う。でも、絶対、あの人はさ、昔はアクション終わったらヒーローがさ、完璧に立ってさ、悪いやつを倒してしまったみたいな。例えばそれを後ろからこう撮っててもさ、それが似てる人がさ、涙が出るぐらいの芝居、そういうものってやっぱりあのヒーローってのは出ないとダメだと思うんだよ。ただどんちゃんばんちゃんやっててさ、だからね、だからそういうその感動的なものをどこで表すかね。それはだからね、昭和、令和、それでどういう風に表すかなんだよ。俺が演じるやつは、その突き詰めていかないから。